大会初日の全米オープン、日本の中村愛子とオーストリアのサイビル・バマーの女子シングルス1回戦。去年自己最高の47位だったランキングは現在127位。この全米を再起のきっかけにしたい中村は、前後に揺さぶるショットや角度をつけたサーブなどで30位と格上のバマーに食らいつきます。先にチャンスを生かしたのは中村でした。ファーストサーブが入らない相手の隙を突き、第4ゲームでブレイクを奪います。続く第5ゲーム、リードを意識したのか、中村は大事なところでダブルフォルト。さらにミスを重ねてサービスゲームを落とし、自らリズムを崩してしまいます。第1セットを 4-6 で取られた中村ですが、思い切りのいいプレーで反撃の糸口をつかみかけます。しかし後が続かずミスを連発、苛立ちを隠せません。一方、25歳でグランドスラムデビュー、28歳の現在も躍進を続けるママさんプレーヤーのバマーは、終始余裕のプレーで試合をコントロール。第2セットはいきなり第1ゲームをブレイクすると、さらに勝負どころの第7ゲームもブレイクに成功。ゲームカウント 5-2 と大きく勝利に近づきます。瀬戸際に立たされた中村、しかし打つ手はありません。結局 6-4、6-2 のストレートセットでバマーの勝利。中村は今年のグランドスラム4大会すべてで初戦敗退となりました。思ったように体がなかなか動かなくて、満足いく試合ではなかったです。いろいろ考えることもありますけど、はい、また頑張りたいと思います。